新番組発表会恒例の変身ポーズチャレンジに挑戦していただきたいと思います。いや、俺らも、はい、みんなでやります。皆様でぜひお願いしたいと思います。ウルトラマンなれるんだ俺確かに、やった。皆さんも楽しみですよね。それではスタッフの方、変身アイテムを準備いただけますでしょうか。お願いします。お願いします。お願いします。いや、ついにウルトラマンになれるんだ。楽しみですね。いや、嬉しいわ。ね、アライザーを横に1回転、これ、回す方向もあるんですよ、はい、回す方向は時計回りです。時計回り、皆さん時計回りがわからない人はペットボトルのキャップを閉じる方向、わかりにくい、閉じる、どっちか時計回りはわかるよ。あ、すごい、上から見ての手回り、上から、まあ、そんな感じで、あ、こっち、ね、分からへん人おった。ペットボトルとか言うから分かんないわけです。そうそう、奥に一番分かりやすい説明だと思って。で、同じように、はい、今度は縦に回すんですが、これも時計回りでですね、はい、ぐるんと回しましたら、これで準備完了です、はい、なので胸の前に持ってきて、はい、そして突き出します。ガーン、ガーン、これでみんなウルトラマンアークに変身です。おー、わかりました、ありがとうございます。わかりやすい。そして今回ね、うん、舞台上での音声の都合上、まあ、はい、ゆうまくんの変身アイテムのみ音声が鳴るようになっております。はい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 、こっちかな、これかもしれないな、はい、そういうことか。さっきからすごい鳴ってた音が、あ、僕もアライザー使ってた。そういうことかもしれないな。やばいやばい、やばい、どうでしょう、音声、音声大丈夫そうですか。はい、はい、ありがとうございます。覚えました皆さん。うん、まあ、僕ヒーロー作品得意なんで先輩、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。じゃあひょっとして二三、五人で変身ですよ。マジで？怒られる、怒られる。数えて、五人。五人で変身ですよ。ちょ、真ん中立ちますか？違う違うの違うの違うの。あ、なんか絶対に怒られるって。多分ね、どっちにも怒られる。どっちにも。やめときます。40超えて怒られるの嫌なんですよ。はい、みんな、チェンジだ！ああ。なんかなんか。もうそこしか使われないからやめて。ダメなのよ。まあ、はい、すいません。振りが悪い今のは。そん、あ、ごめんね。そんなわけで、はいはい、5人で、はい、こうね、あの、息を合わせたい、タイミングを合わせたいので、はい、この劇中でこのアイテムをユーマに授けてくれた、はい、ルティオンっていう存在がいるんだ。はい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 。そのルティオンに掛け声をやってもらおう。おお、それは素敵なご提案です ね、ありがとうございます。冒頭のユーマくんの変身の時に流れていたあの声ですよね、はい、さあということで、早速始めていきたいんですが、ぶつからないように皆様少し広がっていただいてもよろしいでしょうか。はい、もう少しですかね。ありがとうございます。さあそれでは辻元監督の掛け声で全員同時に参りたいと思います。皆様ご準備はよろしいでしょうか。はいはい、はい、大丈夫ですね。大丈夫ですか。それでは監督お願いします。お願いします。カメラ回りました、回りました。じゃあ行くよ。はい、行きます。用意、はい、走れユーマ。想像力を解き放て。皆さんの渾身の変身ポーズに応えてウルトラマンアーク堂々の登場です。遥か彼方の銀河系からやってきた光の使者ルティオンがユーマの想像力と一体化して登場する新たなる光の巨人、ご覧くださるあらゆる人々の想像の力を解き放ち未来を守る夢の架け橋になりたい、そんな思いを詰め込んだ新たなニュージェネレーションウルトラマンの物語が始まります。